じゃこんにちは。はい、はい、ゆたかさん、はい、はい、今日も日本シリーズ第6戦行われました。まあ、1日あくとなんか物足りなくなるね。早く見たいっていう。なるほど、まあ、確かに、うん、面白いしね。はい、この今回の日本シリーズは本当に楽しんで、面白いな。そう、何時からスタートだったかな、はい、試合みたいにちょっと時間を今日も見てしまいましたが、そうだね、はい、ということで、はい、まあ、第6戦神宮に舞台を移しました。はい、ね、勝敗は2勝2敗、はい、ね、2勝ずつ1分け、そう、ね、ね、そうすることで今回はまたセリーグのルールということで、そう、 DH がなくなるということね。という、はい、はい、ということで、まあ、結果見えてるんで先に少し触れますと、うん、3対0でオリックスが勝ちました。はい、まあ、その中でオーダーを、はい、はい、でこうなります。はい、まあヤクルトの方は元に戻したというか、うん、そうですね、そうだね、まあ、まあ青木をねまた当たってるだけに2番に持ってきたということ、はい、あとはもう変わり映えがない、ピッチャーが小川というだけだよね、はい、まあベストメンバーと言ってもいいと思うよね。はい、はい、でオリックスの方、太田を1番に抜擢してきた。はい、ね、で宗を2番に戻し、うん、吉田4番に杉本、うん、まあ、杉本の後に足立を持ってきたんだけど、はい、まあ、この足立がどうなるかということと、うん、まあ、紅林が当たってる、はい、まあ、キャッチャーをやっぱりピッチャーによって変えてくるんだろうね、うん、まあ、若月が非常にいいリードをしてただけに、うん、まあ、変えてくるかなっていうのがあったんだけども、まあ、キャッチャー伏見になって、まあ、山崎福也と、はい、いうことだね。はい、山崎幸也ですね。はい、はい、そうだね。はい、ということで、まあ、ゲームをちょっと振り返っていきたいと思いますが、まあ、どんな風になっていったんでしょうか。はい、こうなります。はい、はい、はい、まず1回から、はい、まあ、この試合、まあ、どうなるかっていうね、うん、まあ、予想が立てにくいという、それなぜかというと、小川も1戦目に高騰してるし、うん、山崎幸也も、はい、高騰してるんだよね。はい、だからまあどうなるかということだったんだけども、うん、まあ、表裏両チームとも先頭バッターが出る、はい、太田と塩見がね、うん、で両方とも強行に行くんだ、打ったりせず送らなかったね、はい、だからそして宗中川吉田というふうに取られて、点が入らない、うん、でヤクルトのどうするかなっていう、で塩見がセンター前ヒット、はい、青木ダブルプレー、山田がライトフライで、得点ならず。これはどうなんですかね、例えばオリックスが送らず、うん、強行で無得点、うん、裏同じようなことになって、ヤクルトは多分ね、俺ね、山崎幸太郎だったら送らせてたと思う。あ、なるほど、うん、ただ青木が当たってただけに強行に行ったんだと思うよ。なるほど。それとオリックスの方は宗が送ると、うん、結局一塁が空くことになるでしょ、はい、で中川倒れて吉田って言ったら、うん、全部申告敬遠されるのをやっぱオリックスの方が嫌がってるのかなっていうような、うん、そんな感じがしたんだよね。両チームともこう、うん、意図があっての、まあそうだね、うん、だからまあその意図が思い通りにいかなかったという、まあそういうことだよね。はい、で3回山崎幸也投手、はい、送りバントね、はい、伏見がデッドボールで出て、その後ツーナッシングから送りバントを成功させるという、ね、で太田宗に回るんだけども、はい、まあ、チャンスは広げるけども点にならずと。だからこういうことを見てるとさ、やっぱり今日も点差勝負かなっていうのがだいぶ見えてきたよね。うん、まあ、それとこの試合2回に長岡がファインプレーする、サンタナの打球を中川がもうジャンプ一番取ってファインプレーする、うん、はい、まあ非常にいいプレーが続いてたんだよね、うんうん、で4回、はい、4回裏ランナー山田村上を置いてオスナ中村ボンダ、うん、ね、これはワンアウトから、はい、山田がねフォアボール、うん、で村上もフォアボール、うん、まあ相当やっぱり警戒された中で、まあ、フォアボールを取っていったんだけども、はい、でこのシリーズやっぱオスナがポイントだっていうふうに、うん、まあ、みんながそう考えてるんだけど村上のアート、うん、で 1,2 戦とか、まあ、3戦ぐらいまでかな、そのオスナが非常にいい当たりをしてた、はい、でそれがショートゴロ、うん、ゲッツーにはならなかったけどもショートゴロで
まあ、ボンダ、はい、で中村がいい当たりを打つんだよレフトに、うん、初球、まあ、これは失投と言ってもいいと思うんだけども、その初球を、ね、逃さずに中村が打ったんだけども、また吉田がスライディングキャッチしてファインプレーする。打つだけじゃない、吉田はね、自分のできる範囲の中で精一杯のプレーもするし、まあ、こうやってファインプレーもしてくれるというね、うん、まあ、そういうことでなんかすごく締まった序盤だったんだよね、うん、もうオリックスはこう守備から流れをつかむという、まあ、そんな感じも受けるよ ね、 あとポジショニングも良かったね、うん、やっぱここまで第6戦になってくると、やっぱり打球方向だとか、はい、まあ、そういうのもしっかり頭の中に入ってるし、うん、まあ、なかなかこう隙を作ってくれないよね、うん、で6回、はい、で先頭、ね、今日抜擢の太田が2本目のヒットで、うん、レフト前ヒットで出ると、はい、で宗にどうするか、このシリーズ、うん、全く強行強行で宗に対しては言ってたんだけど、はい、初めての送りバントをする、うん、これを初球で決めてくれるんだよね、はい、でランナーセカンドに行く、うん、で中川が初球を打って、キャッチャーファールフライ、はい、ということは一塁ベースが開くよね、うん、で吉田正尚、まあ、申告敬、はい、杉本と勝負に出るんだよね、うん、でもう申告敬遠は杉本の中ではもう当たり前のことになってるよね、うん、でもうやっぱり吉田杉本って並べてきてるから、中嶋監督も、はい、やっぱある種杉本にもうかけてるって言っても過言ではないぐらいに信頼関係は結ばれてんだよね、はい、うん、まあ、その中で杉本、これね面白いのが4回に打席回った時に全部変化球で攻められてるんだよ、うん、ね、でこの打席全部まっすぐなんだ。でインサイドインサイドってくるんだけどね、あ、まっすぐ変化球待ってるのかなっていうような見逃しだったんだけども、はい、4球目のインサイドに狙ったボールがちょっと甘くなったんだよね。それを追っつけてライト前に、これがタイムリーになって待望の先取点を取ってくるんだよね、はい、うん、こうね、このシリーズで杉本選手の待望の選手点がいましたよね。まあ、あったな。で結局それが決勝点になってっていうね。そうだね、はい、だから、まあ、胸に送りバントをするっていうのは、はい、やっぱり吉田正尚の申告敬遠につながるからなかなかできなかったんだよね。でも1点差勝負ということでもう杉本にかけたんだよ。なるほど。多分もうこの流れは中嶋監督も読んでたと思うんだよね、うん、で中村もキャッチャー中村も前の打席に全部変化球いってるから、うん、この打席は1球も使わずにまっすぐで仕留めたいと思ったはずなんだよね、うん、杉本は絶対どっかで変化球を待ってるっていうふうに多分思ってたと思うんだよね、うん、はい、でもそれを見事に打ち返したというね、だからすごくこう地味だけどもすごく見応えのあったシーンだったよね、うん、はい、それで1点リードした6回からすぐ宇田川にスイッチした、はい、またこれも予定していた通りなんでしょうかね。予定してたよ、はい、予定してた通りだよ、うん、でも山崎幸也が5回まで投げてくれたっていうのがでかかったんだよね、うん、だからつなぎやすくなった、はい、で先頭バッター塩見を三振、はい、ね、青木セカンドゴロセンター前抜けそうなのやつを足立がファインプレーするんだよ、うん、ジャンピングスローでアウトにする、うん、でツーアウト、はい、山田フォークを振らなかった、うん、ね、まっすぐはファウルにして1球、ね、フォークを振らないというものすごく集中した打席があった、はい、で一つフォアボールを取って一塁に行く、うん、で村上ね、ワンボールツーストライクまで追い込まれたんだけども、はい、そっからの変化球を微動だりもしない、うん、見送ってフォアボール、はい、また一二塁で、うん、ランナー一塁に置いて、はい、オスナ、はい、どうなったか、ね、うん、三球三振、フォークフォークまっすぐという、うん、ボンダというよりボンタイという感じですかね。まあそうだな、まあ、だからこう、まあ、ここと同じような場面なんだよね、うん、それをこう山田と村上が必死に作って、うん、まあ、オスナにつないだんだけどもオスナが打てずということ、うん、ね、で、はい、9回、はい、もうその後は9回まで膠着するような感じですね。まあそうだね、まあリリーフがね、うん、お互いいいんで、はい、なかなか点が取れるようなことではないし、うん、やっぱ宇田川が出てきて、まあ、ピシッと1回を締める、うん、その後誰持ってくるかなと思ったら
7回からは平野ビシッと抑える、2つの三振を取る、ね、はい、次に、山崎総一郎、はい、これがまた2つの三振を取って3人でビシッと締める、うん、ね、まあ、こうなってくるとやっぱ点が取れないよね、なかなか、あの球の速さから言うと、はい、まあ、しかし膝も、うん、まあ、1本ヒットを打たれるけど大川からつないでね、1本打たれるけども、まあ、ビシッと抑えたりだとか、はい、石山が3人でピシャッと抑えたりだとか、うん、まあ、お互いもリリーフ系統に入ったらなかなか点は取りにくい。で9回マクガフを使ってくるんだよね、はい、高津監督が、はい、この前やられたね。そうですね、ちょっとね、うん、せっかくのところが試合をちょっと、でも、うん、ここで使わないともう使うところがないんだよ、うん、やっぱ試すということと気分を変えるということ、この短期決戦でもそれはやっぱり必要、まあ試さなくてもって思うけどね、うん、思うけども、まあ、6番から始まる足立から、はい、でそこまでノーヒット、うん、ね、紅林伏見と続く、はい、まあ、下位打線なんだよね、うんうん、だからマクガフを持ってきて、うん、この前の嫌な気分を払拭させようとしたんだよ、はい、そしたら先頭バッター足立がライト前ヒット、うん、で紅林がもう1点欲しいんで送りバント、うん、その送りバントのボール処理を一塁に悪送球なんだよね、うん、ちょっと前回も、うん、あったな、そのようなエラーがあったような記憶、うん、それで足立がチョークホームインをした、うん、で送りバントを成功させた紅林もサードまで行って、うん、ノーアウトサードになった、うん、まあ俺もセカンドやっててバントのベースカバー一塁に行くじゃん、でピッチャーじゃない、うん、大体ここら辺に投げてくれるっていうの分かるんだよね、はい、で勢いを持って一塁に来るからさ、はい、こうやって構えててもう本当に地面スレスレのファールグラウンドの方に手は届いてるんだけど、はい、投げられるとやっぱこう難しいんだよ、うん、ただ山田だったら止めてほしかったなとは思うけど、うん、これはやっぱりマクガフがね、うん、まあ取ってからの体勢も整えなきゃいけないし、まあ、しっかりした守備はしてなかったよね。焦りがとかいうことでもなく、うん、ちょっとこう何ですかね、いや、まあこの前の嫌なイメージが投げる瞬間にパッと頭の中を、ね、うん、描いたのかもわからないけども、うん、まあそれをきっかけに西野が代打でライトフライで犠牲フライになったんだよね、うん、それで2点が入るということ、はい、まあ、それで緊張感の糸が切れると、緊張の糸が切れてしまうような、まあ、最後はゲームになってしまったよね。例えば、はい、まあ、その2点目を防ぐという意味だったりして、うん、まあ、前回逆のオリックスがすごいタイミングでピッチャーを変えていったようなことはやっぱりここでは負けてるからね、うん、リスクを背負いたくないんだよね、負けるときにはね、うん、ただまあもうリスクを背負ってもいいような第6戦だから ね、だからまあそれを止めに行ってもよかったとは思うけど、うん、ただこのピッチャーを、うん、例えば明日じゃあ第7戦に抑えで置いとけるかというと、もう置いとけなくなったよ、だから苦しくなった。そうですよね、うん、だからまあちょっとヤクルトはね、厳しいけども、はい、まあ、ちょっと負け方雰囲気がねちょっと悪いなという感じがするよね。そうですね、うん、ちょっと、うん、はい、それで、はい、まあちょっとポイントとすればね、はい、はい、こうなります。あ、冗談は今日の通りですね、はい、まあ、ヤクルト1安打、うん、で心配なのは、まあ、1安打もそうなんだけども、うん、オスナが止まってしまったということだよね。そうですね、もう大絶好調、まあ、絶好調だな、一番立てたと言ってもいい、うん、だからまあ短期決戦、しかし第7戦って言ってさ、移動日も挟んだりとかするとやっぱちょっとやっぱ状態も変わってくるよね。維持するのすごく難しいし、うん、やっぱオリックスのあの中継ぎ陣をじゃあ絶好調だから打てるかっていうとさ、そう簡単じゃないよ、うんうん、だからまあ1安打っていうのも心配、うん、ちょっとヤクルトのチーム状態っていうのが少し下降気味に感じるよね、うん、でオスナが止まってしまったっていうのがやっぱちょっとね
心配だけども、そうですね、オスナ選手が止まった代わりに誰かがいればまた違うんでしょうけど、山田がね多少良くなってるかなっていう、うん、ちょっと望みはあるんだよ。 ある時にねホームランできっかけができたかなっていう試合ありましたけど、だからまあ次戦は先取点が必須、必須、はい、これはなぜかというとやっぱ相手の中継ぎ陣からやっぱ取るというよりも、うん、やっぱ先発ピッチャーをやっぱ崩していかないと苦しい、うん、もう系統に入っていくと苦しいっていうことですか。やっぱね、うん、あのピッチャーたちはね、うん、こう見てるけど自滅しない、うん、それとなかなか打ち返せない、うん、だから先取点が必須、はい、ね。でオリックスの中継ぎが充実、はい、だから中継ぎ勝負になってくると、うん、もう充実してるから次戦は宮城が5回必須、はい、まあ今日みたいに山崎福也が、ね、5回をゼロに抑えたようにで降りた途端に1点を取った、それを守り切った、うん、ね、まあ9回に2点あったけどもさ、うん、だからまあそういうふうに先取点を宮城からヤクルトが取れれば、うん、明日勝てるけど、サイスニード明日ね、はい、サイスニードが先に点をやると苦しくなる、うん、だからそういった見どころだよね、はい、うん、このね1試合の流れもありますが、ここの、うん、この今7戦来てるところまでの流れっていうのも、まあ、明日7戦ね、はい、うん、明日7戦6戦までの流れっていうのもあったりするじゃないですか、うん、まあそうだね、この連戦、うん、同一カードの連戦ってなってくると、うん、だから最初に連勝して1分け挟んだね、うん、はい、でその後3連敗でしょ、はい、だから非常にムードは悪いよね。そうですよね。で3連敗でもさ、今日なんか惜しい3連敗じゃないんだよね、うん、やっぱ自滅っていうのがあったからさ、雰囲気的には非常にヤクルトは悪いよね、ちょっとこう気持ちが落ちるように、うん、でましてやこう1安打だし、ね、誰もいいっていうことはなかったわけだから、こうヤクルト1安打っていうのが本当にちょっと意外だよな、うんうん、だからまあただね、ヤクルトはチーム的に言えば切り替えがうまいチームだから、うんうん、ね、チームワークもいいし、はい、だからぜひ第7戦は、うん、気分を変えてね、うん、戦ってほしいなと思うよね、はい、まあ、それとオリックスの方は、うん、これはね勢いに乗った調子乗りが多いからどんどん行くと思うよ、はい、明日は。いや、だその勢いを止めるのは、うん、サイスニードだけど相当しんどいと思うよ、うん、ね、まあどうなるかね明日どうですかね、これで、うん、まあ、大手がかかっちゃったからね、もうね、はい、もうこれもどうしようもないからさ、はい、大手がかかったら、はい、だからもう勝つしかないしね、うん、ということで、はい、はい、ということで、オリックスがね、うん、2勝2敗を抜けて、はい、大手をかけたということだよね、はい、はい、ちーちゃんが出番ですはい、これ結構消すのが大変なんで、はい、初めてオリックスが勝ちがリードしました、ね、うん、はい、まあこういう形になりましたけども、うん、まあ明日止めれるかどうかね、第8戦に行くと私の解説が聞けますそう、もし8戦があればね、伊沢さんが解説に行くことになっております。そう、3勝3敗でね、まあそうなるのか、3勝3敗で行く解説っていうのはまたすごい試合ですね。まあ、まあそうだね、うん、まあ面白いけどね、はい、あるやらないやら、はい、まあだけどすごい試合を やるね、やっぱりね。いや、なんか昔というか、うん、前は結構ワンサイドというか、どちらかのチームが結構バーって連勝して波乗ったら、ね、うん、っていうのを、まあ、結構記憶にありますけど、うん、ここまでこんなにもつれ込んで、勝ちの数とかもそうだけど試合の内容も結構ね充実してるな、うん、だけど一つに止めたのはね、やっぱ宇田川と山崎颯一郎の、うん、あの使い方だね、うん、2イニング2イニング行ってヤクルト一瞬止めた、うん、ね、その後外した、うん、で今日はというか第6戦は1イニング1イニングしか使ってないんだよね、うん、だから明日決めにかかった時には全部その力を爆発させるために、うん、今日第6戦は1イニングずつ投げさせてるという、うん、緻密に細かく、まあそうだね、計画が練られているんでしょうかね、うん、そうだね、はい、だから明日はオスナ、うん、
ね、がポイント、うん、ね、オリックスの方は先取点取れるか取れないか、うん、もうここだけにかかってると思います。オリックスの方が先取点、うん、ヤクルトじゃなくて、いや、ヤクルトはもちろん取らなきゃいけないよ、うん、ただオスナが打つか打たないかだ、うん、うん、ね、ね、はい、まあ、まあ選手点も必須だよ、はい、絶対ね、それプラスこの1安打っていうのはちょっとまずいので、そうだね、もっと打たないとってことですね。まあ選手点の取り合いになるね、うん、はい、まあ、どんな形でも選手点を取りたいということですかね。そうだね、はい、はい、ということで、明日第7戦です。はい。